コスモ石油株式会社は石油製品を生成、販売する石油元売り企業の一つ。コスモエネルギーホールディングス株式会社の子会社。緑海構成企業に属する。コーポレートメッセージは心も満タンにコスモ石油、大京石油、丸全石油、旧コスモ石油の3社が合併して1986年4月1日に発足した。 コーポレートブランドはコスモで宇宙のコスモスと世界市民のコスモポリタンから。エネオスとコスモ石油の両社は現在業務提携を結び販売を除く特許、石油輸送、製油所の共有などを図り日本最大の石油元売りグループを築いている。かつては愛媛県松山市にも旧マルゼン石油が製油所を置いていたが 設備が小規模のため原油の生成を停止した。現在は、グループ企業、コスモ、松山石油が輸送所とその他石油製品、石油化学製品、半製品の製造基地として使用している。また旧、アジア石油時代から稼働していた、境で製油所も2013年7月に廃止され、境で物流基地となっている。コスモ石油でのガソリンスタンドの名称は、 サービスステーションで現在もフルサービスが主流でありタイヤバッテリーなどのカー用品販売をコスモザカードのガソリンマイルキャンペーンを用いて積極的に行っている。また大規模な車検場を設けたオートビークレ店舗も設置している。なお、有料道路にあった SS は2010年3月31日までに廃止または他社に置き換えられたため現存しない。 いずれのカードも会員価格で給油が可能である。サービスステーションデニーズなどの加盟店で使えるハウスカードコスモザカードハウスを1987年から発行している。2001年4月からは ETC 機能が搭載された ETC 機能付や年会費と別に毎年500円をコスモ石油経由で環境保護団体へ寄付するエコの発行も行われている。 ハウスカード事業はセントラルファイナンスへ信用保証委託を行い、石油業界では唯一自社で発行する形態をとってきた。しかし、2009年9月にコスモ石油とセディナは新たな提携合意の締結を発表し、2009年12月1日付の会員規約改正からセディナが発行元となるコスモ石油との提携カード形態へ移行した。 2011年4月をめどに新ハウスカードの発行開始を予定している。カードセンターは1999年6月から2007年9月まではインテックへ2007年10月以降はプロセントへアウトソーシング委託の上運営されている。2001年からオーパス発行開始までサービスステーションの一部で30分で審査の上、 店舗内で発行を行う即時発行サービスを実施していた。主な特典的な CF 発行の国際ブランド付帯の提携カードである。サービス内容はハウスと大きく異なり、月々のカードショッピング金額に応じて給油代金のキャッシュバック金額が決まるという一部の CF カードで実施されているサービスに準拠した形となっている。エコの設定はない。 法人での経費決済用途のコーポレートカードであり、ハウスカード単体と JCB コーポレートカードに一体化されたものがある。発行会社はいずれも JCB である。エコの設定はない。イオン銀行との国際ブランド付帯の提携カードであり、2006年6月より募集開始されている。年会費は無料。ハウス版と同一県面で毎年500円を寄付する。 エコも募集している。入会当初から50リットル給油分まで、1リットルあたり10円、値引く入会特典がある。2011年7月以降に発行するカードには、イオングループの電子マネー、和音が搭載されており、イオンカード同様カード表面左下に和音が描かれている。ただしクレジットカードは、イオンクレジットマークがあるカードではあるが、イオンカードではないため、イオンで行われている。 お客様感謝デー、ワクワクデーはワオンでないと適用されなかったが、現在では、感謝デーは、イオンクレジットマークがあるすべてのカードで適用される、ためにこのクレジットカードでも適用されるようになった。また、イオンで、イオンカード会員向けに行われている優待セール、A コレクションが利用できる、唯一の提携カードとなっている。2012年以降、一部のサービスステーションでワオンも、 利用可能になると、コスモザカードの主力としている不がある。近年では、植物、農業分野への事業にも進出しており、ALA を利用した、家庭園芸用、業務用の液体肥料を子会社等を通じて、販売している。また、坂崎千春がデザインした、キャラクター、ALA ちゃんが出演する、テレビ CM も放映している。9。 マルゼン石油時代の1969年に放送したマルゼンガソリン100ダッシュの後を受け一社提供番組コスモポップスベスト10が1992年から2017年まで放送されていた終了後2017年4月1日より2021年3月27日までコスモポップスステーションで引き続き提供を行っていたこれに合わせて共同で キャンペーン、コスモアースコンシャスアクトを展開している。また、毎年末には、各都道府県から一点ずつ系列ガソリンスタンドを選び、店長に、X 県のコスモ石油を代表してお礼申し上げます。というメッセージを語らせ放送している。これらのことから、FM 東京では、コスモ以外の石油元売りのスポット CM は流れないの、N ファームは例外。ただし、 番組枠を購入すれば、他社でも流れる。FM 東京東京 FM ステーションキャンペーンも参照。その他、TBS ラジオで放送のコスモ石油プレゼンツママとパパのご機嫌ドライブにも提供している。その他、FM 放送における単独提供番組としては、首都圏の独立 FM 局である f m ファイ5横浜 FM 放送、米 FM で放送中の コスモディスカバリー・アースがある。旧マルゼン石油は1970年代に文化放送から全国ネットの平日帯番組夕焼けに歌おうのスポンサーであった。旧大京石油は1970年代に文化放送で17時から当時放送していた大相撲熱戦10番のスポンサーであった。TBS ラジオの JRN ナイターの 提供イメージキャラクターとして、女性タレントを起用し、コスモザカード、コスモマイカーリース等とサービスステーションの販売プロモーション活動が行われている。1991年度は、田村エリコ。1993年度は、内田昭。2001年度は、菊川玲。2006年度は、吉岡美穂。2007年度は、エ倉奈々。2009年度は、加藤夏樹。 2016年度は、清水文香、2017年度から桜井ひな子をそれぞれ起用している。なお、1994年度から松村邦博と松本明子の電波少年コンビを起用していたこともあった。石油会社の中では、積極的に環境保護に対して取り組む姿勢を見せている。前日のコスモアースコンシャスアクトにおけるクリーンキャンペーンやコスモザカード及び、 コスモザカードオーパス加入者からの寄付並びに、コスモ石油グループ内からの寄付金をもとに、コスモ石油エコカード基金を設立し、様々な環境活動を支援するなどの活動を行っている。前身企業の一つであるマルゼン石油が同社から石油科学部門を分離独立させて、マルゼン石油科学を設立した1959年から、 千葉製油所が創業を開始する1963年までの時期に石油に関する短編映画3本、ガソリン、潤滑油、マリンスノー石油の起源マイナスを企画している。このうちガソリンと潤滑油はタイトルで示された石油製品をののの働きについて映像を使って解説しており、残るマリンスノー石油の起源マイナスは石油の起源として共有力視されている。 有機節に基づいて、石油の成り立ちを探っている。いずれも、東京シネマが制作しており、現在は、科学映像館のウェブサイト上において、無料公開されている。輸送備蓄物流潤滑油製造、販売製造石油製品販売 SS 資産管理。ありがとうございます。